立憲民主党の高井隆衆議院議員が緊急事態宣言が出ている中、東京歌舞伎町の風俗店を利用していたことがわかり、高井議員は軽率な行動だったとして離党届を提出しました。国民の皆さんに本当に不快な思いをさせていること、私からも心からお詫び申し上げたいと思います。言語道断ですし、あの本当に国民に申し訳なく思いますし、 けしからん行為だと思います。立憲民主党の福山幹事長によりますと、昨日高井議員と面会し事実関係を確認したところ、本人は軽率な行動だったと認め、離党届を提出したということです。今後、速やかに党としての対応を決める方針です。高井隆衆議院議員は、緊急事態宣言が出された後の9日の夜に、 東京歌舞伎町のセクシーキャバクラと呼ばれる清風俗店を訪れていました。